私たち九州地方整備局は福岡県福岡市に本局を置く国土交通省の出先機関です。九州地方を管轄しており、各県に事務所や管理所を置いています。河川、道路、港湾などの国の基幹的な基盤の整備や災害への危機管理や対応などを行っています。また建設業の監督や地方自治体に対して地域づくり、まちづくりへの指導、助成なども行っています。河川分野においては、自然災害から地域の人々を守るため、河川改修や堤防、ダム、砂防施設の整備などを行っています。また川を核とした魅力ある水辺空間の創出にも取り組んでいます。道路分野においては、道路ネットワークの整備および災害に強い国土幹線道路ネットワークの構築などを行っています。このほか生活道路における歩行者優先空間の整備など、生活環境の創出にも取り組んでいます。港湾・空港分野においては、アジアをはじめとする世界の窓口として航路網の充実や輸出入のためのコンテナ積み替え機能の強化、航空ネットワークの充実などを行っています。都市・住宅・公園分野においては、地方公共団体などが実施する都市施設の整備事業に関する支援などを行っています。また優れた文化的資産を生かして国営公園を核とした魅力ある地域づくりに取り組んでいます。営善分野においては、官庁施設に関して良質な施設及びサービスの効率的な提供や防災拠点としての役割などの社会的ニーズに対応した施設整備にも取り組んでいます。このほか機械分野では、建設事業を推進するための技術開発や施工の合理化と普及促進、電気情報通信分野では、電気、情報、通信技術を用いた各種 ICT 設備の整備、運用、維持管理など、さらには災害に備え災害対策用機械や通信網の整備とその運用管理に取り組んでいます。さらに国土交通省では、インフラ分野のデジタルトランスフォーメーション DX 化に取り組んでいます。災害が多い九州において、災害発生時の情報収集を含め、各種 ICT 機器を用いた遠隔臨場、情報収集などの技術を実装し、非接触・リモート型の働き方や3次元データの活用、アイコンストラクションのさらなる推進など、新しい働き方に対応する受注者・発注者双方の人材育成を行う官民のインフラ DX 人材育成を九州地方整備局では推進しています。私たち九州地方整備局は、九州を元気にする、大切な人とのかけがえのない暮らしを守る、未来の九州を育む、その責任と誇りを持ってこれからも頑張っていきます。